あ、日本じゃ流行ってないですか、本邦初公開僕が8200円で11個、ジンさんが9700円で11個。やばいっすね、うん。ほら、え、これ今ちょっと言わないって、この皆さん見れてんのかな、今日はジンさんの方でライブ配信ということで。あ、次回チャンネルです。あ、配信今多分配信になりましたね。本日万代書店川越店さんよりライブ配信行わさせていただきます。今回のゲストはシャケクレーさんです。よろしくお願いします。親の顔より見たシャケクレーンさんです。たまに会いに行ってあげてください親に。そうですね、親に会いに行かないか、はい、パワー強いんで終わりじゃないですか。手前乗せたら落ちないですかね、横で。あれ、ちょっと終わりじゃない、終わる。おめでとうございます。てかなんか再登場したじゃないですかアニメ、漫画の時よりちょっと感動されました。例えばあるあるだと思うんですけど、やってましたよ。はい、これ。はい、これ、やってました。めっちゃ手前狙いました。よくないかな。あ、よく行った。いいっすね。掴みそうっすね。忘れましょう。どうせ開けるんで。スライディングタックですね、これ。2攻め。おー、すごい。入る。いけそう。すごい。チョコ乗せって結構難しい形ですよね。そもそも箱自体が。結構苦手な方多いですよね。僕はこの箱嫌いじゃないんですよね。あ、本当ですか。やべ、でも取れそう。倒れそうですよね。滑り止めの感じだと。お、やった。ありがとうございます。やったよ。よかった。心臓の音聞こえないですね。レミちゃん取ったんで。で、チャンス。ほら、お姫様だったよ。これよ。はい。これなんですよ。ほら、これ。お姫様抱っこっていう感じで。愛の力。見た目が若いまんますよ。見た目が若いまんま。めっちゃおじいちゃんですね。アームという名のググツを扱いながら、写真撮っていきましょうよ。おーおお、めっちゃ人気ですからね、ササリ君は。あ、そうなんですか。韓国の人にめっちゃ人気らしいです。塩バーの方が人気かと思ってました。誰ですか塩バー。いや、絶対ないでしょ。おーおー、なんかずっしりしてますね、動きが。ググツ使いなんで。ほら。ああ。え、スライディングタックですか。もうこれもうちょい寄せてもいいんですかね。あ、もうギャンギャン寄せていいっすよね。やべ、足んね。やべやす。マジでやべ。ああ。サソリ畳の使い手全然分かってない。プロレスは入れば。いや、これ入るんですよ。川越なんで。ほら。これは横ハメで。そうっすね。横ハメで縦ハメでいいっすね。そうそう。一回これではめちゃって。ほら、これ。でしょ、ありましたか。シャケさん持ってるな。砂で直伝のパワーですからね。で、この川越のアンパワー。川越のアンパワーは砂で直伝ですね。まあ、よく見たら石型になってますもんね。そうなんですよ。よく見たら。よく見たら石型になってる。これ、てか、ナルト分かんない人、まず何のこと言ってんだろうってなるんで。すいませんでした。あ、は縦ハメで、まあ、いや、ワンチャン BC になってますよ。ワンチャン BC のタスクが基本縦ハメ、はい、寄せ甘め。おー、はい、来たおー、おいこいこい、ああ、逆立てで進めてます。寄せ強いっすね。寄せ強めで、右アームがギリギリ下でかかるよ。おお、肘回しの要領でいいと思います。滑らせて当てて、うわ、入んない、やばい、これはやばい。いや、これ入りますよ。いけ、ほら、川越なんで。もう終わったっすね。右なんで一気に振り切っちゃいます。あ、縦ハメですか。縦ハメで。うわ、これってね、結構決まると気持ちいいですよね。いけ、やべ、違うんだよな。なんだ今の。砂で直伝なんで。いけ、やべ。お前横にしましょうか。肘で下の角をグッと上げる感じですね。あ、いい、うまい、うまい。ありがとうございます。うまい。BC じゃなくてワンパン。あー、そういうことか。これは大好きなやつじゃないですか、うん、もう取れそうっすね。シャケさんの好きな川越スタイル、ギャンギャンしたいっすね。ギャンしましょう。寄せすぎたら逆っすね。いきそう。いけ、ギャン、やばー。こういうことです。
すげえ丁寧に添えられた形ですね。丁寧さには定調は定評があるんで定調紙3点タッチだけやめて。オーケー、それやめて。さきなちゃんはね、さきなちゃん前のめりだね。早い、いや、めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。どっち先にやりますとかなって言ったら始めたから早いんだよな。あ、取れる。あ、もう終わったんじゃないですか、これ。さきなちゃんは結構僕あそこ好きなんですよ。木をあえて殴り返すじゃないですか。ああ、わかります。でも気持ちよかったでしょ。そうっす。あそこマジ、あそこマジ、こっちも気持ちよかったっす。あれいいっすね。やべえパワー。優しく抱きかかえたりするか。ちょっと、さきなちゃん。砂で直伝のパワーで。お、すげえ。これでちょっと角度もう一回修正して、はいはい、なんなら起き上がってもいいぐらいで。アイスいいですね。アイスいいですね。これは女の子つかないんじゃないですか。殴るんですよ。あー、ついちゃったー。あ、僕これ責任取れないです。ほら、ほら来た。終わった。ありがとうございます。ほら。おお。ナイス粘り。吹きのモノマネ。さすがに終わりか。ありがとうございます。やった。それ僕と違うブースっすね。バランス勝ちだ。おお、すげえ。お、奥まだ結構残ってるから、多分縦紙だったら最低2手かかると思うんですよね。スライドで、肘上げで押せて、箱の上滑らせて。あ、めっちゃいいっすね。肘で、いけ。うわ、めっちゃいい、めっちゃいい。肘で。なんだこれ、手前乗ったら落ちる歯しゃぶだと思うんで、両詰めで持ってもいい気しました、なんか寄せないで。そう、それもあり。あ、終わった。右奥突きながら、倒れちゃったらそのまま爪が入る。あ、落ちないみたいな。でも右爪頑張ってくれそう。いや、何かこの角度多分ちょっと持ち上げてチャブがいいんで、手前のピンクバーギリ手前とか。あ、違う、知らない。持ちチャブ。おっ、すげえ。さすがっす。持ちチャブね、覚えててください。今僕が作りました。多分誰も言ってない。持ち上げてチャブ、持ちチャブ。こんな感じで配信しております。いや、すごい来てますね。180人の方に。ありがとうございます。すごい。バランスキャッチ狙いで一回持ってみようかなっていう。バランスキャッチ狙いで。まあれは狙ってなかったっす。今回は狙って失敗しました。食らうとバカなんです。お、これはあんまこんな形からしないですけど、寄せ甘めにして斜めにはめます。あ、回すね。そうっすね。で、これで斜めにはまるはずっすよ。こんな感じで。おー、いいっすね、いいっすね。いや、僕ジロちゃんマジ文化祭のとこマジ泣きましたからね。決まんなくないですか。決まります。見てください。決まるんすよ。すげえ強い。え？ガン決まった？エラーです。ガン決まってんな。なんで？だって故障する理由がなくないですか。ちょっとブリブリしすぎ？うわ。え？これエラーってちょっとやばいって。え？行きましょうか。ここ。え、これさっきより？もうヒーロー2って感じですよ。いいとこっすねこれ。はい、行きましたよ。おー、かわいいっすね。じゃあ、これ美少女系ハマる人、私ですね。ふぶきちゃんとかのハメそうっすね。あ、ホロライブの。ホロライブの。あ、まあ、確かに確かに。おっと、だいたい お姫様抱っこスタイル。あ、もう取れる。ないかも。おー、やりましょうよ。あ、従順的に逆か。いや、良かったですよね。でもね、タイプ分かったかもしれないです。キャラクターのキャラクターが可愛いから。おこれっすよね。肘上げっすよ。肘上げ2じゃん。子供がスラムダンク見たいって言うとし、はいはい、やばいっすよ。やばいやばい、事故。右やばい。それやめて。ほら、それやめて。ほら、これですよ。認めない今の。いやいや、分かんない。それやめて。ほら、下に引っ掛けるって技なんですよ。いや、あ、日本じゃ流行ってないですか。まあ、ネパールではよく使うテクニックですこれ。ネパール人に怒られますよ。本邦初公開。はい、スクレ。おお、それやめて。あ、いい。それやめて。おお、うん、肘から
おお来た。うん。ワンチャンあるかもしれないですね。確かに。だけ入ってバーディーで。すごっ。おった。やった。カパカパいきますね。ああそうですね。お。あいけるいける絶対いける。起き上がって。おおいたいた。次でいけますね。鬼はついていいってことにしますか。いやいや、まあ、そんな気がしない。それやめて。奥のほらあそこのバーの奥だからこう浮いてこう動くわけです。ああ今のダメなんですね。そうそうそう、あねじれがすごいですね。そうそう、ねじれが、いやこれはいいバー停止。来た。右も入ってほしい。これやった。あざす。あざも。でかこれ本当。マジでかいです。ダイヤモンドと一緒のサイズ。あのそうですねそうですね。鉄球持ってる。結局分抜けてる。終わったんじゃない？終わりましたね。終わった。もうちょい遅れましたね。バー当てれば。これですね。これ終わりましたね。めっちゃいいと思う。で、終わる。やべえ。いいですね。いいとこ。来ます？ゼロ。もう終わるよ。取れました。何やっても落ちるやつ。終わりました。こっちで投げ替えますか。いや、取って。さすがに取れよ。500円くらい。500円です。素晴らしい。かわいいっす。それでは皆さん、今度こそお疲れ様でした。さよなら。すごくないですか。このライブ1本で合計総再生時間299時間ですよ。やば、皆さんのこんな貴重な時間もらって。ありがとうございます。いや、ジンさんも本当ありがとうございました。